2023年10月29日、朝の9時55分、まあ、外の景色で光の差し込みで夜ではないということわかると思うんですけども、淡井圭介本人です。昨日はね、夜中1時ぐらいに起こしに来たものがいましたね。階段登っていって3階の部屋に入っていったもの。夜中に何回か人間に起こされていたっていう可能性は高いですね。で、昨日記載した内容でゴルフのこと記載してるでしょう。で、ゴルフの件に関しても海外へゴルフしに行ってる連中に関してはかなり叱っています。これはもう世界中どこの国でも、そうしてください。お互いに往来増やさなかったらいい。自分の国内でゴルフしていたらいい。その人の欲望なんだから結局。エネルギーの残存量問題の方が上。で、夜中とかにどうしてもゴルフの時間帯海外で試合してる人はなるでしょう。で、スポーツの勝ち負けで松山英樹を一時的に世界ランク1位まで持っていった時に、まあ僕は夜中起きて、その試合に、続きです。で、急にね、また先ほど、遮断されましたけども、続き言っておきます。淡井圭介です。その夜中の1時ぐらいだったでしょう。ゴルフのことを書いてるでしょう。ゴルフのことっていうのが、そのゴルフ場なんか、こんなにたくさん作るべきじゃなかった。これを一回ゴルフ協会も理解したんですよ。で、この辺だったら、岡場駅から、新湯ゴルフクラブっていうところが、歩いて20分ぐらいのところにあるから、多分20分ぐらいだったらみんな歩けると思う。その20分ぐらいでみんな歩けると思う。もう普通に歩く人はもう僕みたいに1日、まあ、次の日、休みとかだったら、1日30キロぐらい歩いたりしてますから、立ち仕事の人たちとか。大体それぐらい。1日中立ちっぱなしの人たち。休憩時間があったにせよ。だからその、責任問題で、だから、淡井圭介は、結局、松山英樹の勝ち負けで、結局、勝たせてあげて、世界ランキング1位まで一時的に持っていったと。もう他にもいるんですよ。片山慎吾さんとか、大きな大会で、まあ、4位以内とか2位だとか、丸山茂樹さんとか、そういうところ、何回か頑張ったのに、誰もお金くれない。で、本当に、一銭も。もうちょっとこれは考えられない。で、もう、だからもうエネルギー残存量問題の方が上やからと、もう、日本変えてこいと。そういうふうに言ってるんですよ。松山英樹とかに。だけども、見てないとかで逃げてる。だからもう全然男じゃないよ。金も払わん、逃げてるって。で、石川遼も淡井圭介が、この間は、良い成績にしています。で、海外。で、ZOZO とか、本当に日本のメーカーですか。で、これ日本のメーカーとかそうじゃなくて、もう日本のメーカーだったら、海外への販売とかも引き上げたらいいから。無理な国は無理だから。本当に。どこの国も先進諸国は少子化してるんです。余計にエネルギーが減るから。買い取ってもらったらいいだけ。そこの国の人たちに。その人たちが本当にいるんであればね。で、その、ゴルフの大会の名前が ZOZO だったから。で、これも世界中どこの国もそう。で、そこの国の人だけゴルフの大会しといて、そのゴルフの世界大会みたいなのを、その四大トーナメントとか、ああいうふうなところだけにしときゃいいんですよ、結局のところ。で、それでその時誰が担当するのかっていう話なんですけど、もう正直もう夜中の時間帯、もう僕は付き合わされたくないんです。本当に23時から朝の、9時まで。本当に。無理だから。夜中起こしに来るやつまでいるんだから。殺されるから、本当に。それはあなたたちが身勝手にゴルフ場を日本中で500カ所ぐらいほども作ってしまった。あなたたちの責任でしょって。経済界の。建築業界の。自分たちが稼ぎたかったから重機まで使って山切り開いたんでしょ。無理ですよ、そんなの。みんなの税金で。で、淡井圭介が夜中無理やり起こしに来た。ふざけんなよっていう話ですよ。
どこまで頼っとんねんって。だからその辺で働いてるふりして、で、とにかくこの辺のもので、ここのアリの第一タウンハウスの、中に入居するものとか、出入りしてるもので、夜中の勤務は絶対させないでください。今度それ理由で無理やり起こそうとするから。だからよそのとこ住んどいたらええ。で、淡井圭介が今まで起こされてきた分は、その人たちにお金払ってもらわなか。買ってるんだから。松山英樹とか。スポーツ選手みんな分かってるよ。淡井圭介が、力与えてるって。その時間帯も、どれだけそういう夜中の試合の勝ち負けで頑張って、どれだけ大変だったか。宮里藍とかもそう。もともと淡井圭介の力なし、無理だから。認めてないから、世界も。だから、エネルギーの残存量問題の話になった時に話が全然逆転するんですよ。阪神・淡路大震災の被災者である淡井圭介さんを助けるためだったんだろうって。個人の権利なんか 2.5% なんだもん。あの賞金額は本当だったとしても、2.5% だったら優勝やっとこさできて1年分の収入ぐらいじゃない。1試合勝って。もうなかったような気がする。あったかな ?2.5%、ちょっと今急に計算できないですから。ね?それで嘘の賞金額とか数字を大きくしてごまかしてたりした?もうどんな言い訳も通じないのよ。ゴルフ業界。もうええから閉じなさいって言ってるの、ゴルフ場。みんなが車を乗り回してゴルフ場に来ちゃうから。年金とか厚生年金の表、僕はもうある程度のこと記載しと、ホームページに。見なさい、自分で欄探して。女性で、ね、一月、厚生年金と国民年金と他にも年金かけてるケースもあります。で、それらの合計で一月9万円の人が一番多いんです。10万円の人も11万円の人も今いらっしゃいます。8万円の人も7万円の人もいらっしゃいます。7万円とかもそこまで来たら生活保護。まあ旦那さんとかの年金とかがあって、生活保護じゃなくても生活できるとか、そういうケース。もともと仕事の絶対数が少なくて、仕事なんか増やしたらエネルギーの残存量問題が何も解決しないからですよ。石油とかガスがないって言ってるじゃない。安倍さんがないとこところ見たことあんの?ちゃんと。ないものはないんですよって言って、もう涙流して。なんでその辺で働いてる奴らが、ね、淡井圭介よりも早く価格したのに、なぜ淡井圭介に指示を出せるの?警察官でも村長そこらの警察官無理だから。各都道府県知事と同格なの、大臣は。で、淡井圭介は国会で、岸田総理にも言ってくれてるけども、大臣クラスでいいっていうことをはっきりと言ってくれてるんです。各都道府県の警察本部長に、一番偉い人、各都道府県のね、本部長。そこに指示出せるのが、知事なの。知事と同格なの。だから私からこんな大臣降ろしなさいっていうことで、この間文部科学大臣降ろされたでしょ。内閣改造で。だから違法者の警察官がたくさん紛れ込んでいたっていうものはもう間違いない。もういろんなこと隠蔽しようとして。かなりのことを私知ってますから。で、今日もかなりの内容を上げています。で、正直このコンピューターがどういうふうに政府のコンピューターに関わってきてるか分かんないから、もうデータ無茶苦茶になってる可能性がある。で、政府もそれで開き直ってしまってるのかもしれない。三田市の人口、以前僕が見たインターネット記事は、インターネット記事を信じちゃダメとか、身勝手なことを言う人いるんですけども、本当のことも結構流れてきてるか、無理なものは無理なんですよ。ある程度のところで信じなかったら。で、1970年代が、人口は、もしかしたら僕は、二通りのものを見てしまってるかもしれない。3万人台だった。それが、1990年代から2000年ぐらいに、7万人ぐらいになった。で、それかもしくは、人口7万人ぐらいだったのが、人口14万人ぐらいに倍増してると。人口の増加率が日本一っていうことを新聞とかでもずっと出てたんですよ。本当に。聞いたことあるでしょ?テレビのニュースでもあったから。で、結構な回数。で、
週は株式会社で、ウッディータウンとかフラワータウンとか、チラシのビラ撒きとかで行ったりしたから、何回か。だから家の件数が大体何件か分かるんですよ。で、十ヶ丘に関しては、十ヶ丘、辻ヶ丘、訂正、辻ヶ丘に関しては僕は巡回しました。それは2005、6年と、2005、6年かな？じゃあ、2005、6年か2007、8年、それぐらいの頃ですね。まあ、ちょっと待ってくださいね。まあ、2005、6年だと思います。で、まあ、大体の話入れなかったら、こちらも無理。で、そこは、1000件ぐらい、大体家が。もう、大体の話させてもらうかって、無理なものは無理だから。で、大体どこかに空き家ありますから。そこそこ、どこも。ウッディとフラワーは、まあ、その辺のことは、今日、YouTube にアップロードした内容で、言ってますから、今、エクスポート中とかで、一旦、USB メモリに移して、またこちらのパソコンに移して、アップロードしなきゃならないか、これ手間と時間かかるんです。あ、ちょっとね、ゴルフ業界も、一回出た内容しっかり守りなさいと。電車で行けるところだけが行っていいゴルフ場なの。この辺で、なぜ、信用ゴルフクラブだったかって言ったら、すぐそこに有馬温泉かフルーツ・ラ・パークあるから、宿泊施設が。電車で行けるじゃない。フルーツ・ラ・パークは無理だとしても、有馬温泉。で、数ももう多すぎる。100人とかもエントリーしちゃダメ。もう60人ぐらいで予選から残れるのは、30人ぐらい。で、本戦。これに変えなきゃ。で、確か昔アメリカは、3日間で予定終わってませんでした、日程。どうでしたっけ？そのね、僕もね、こんなにたくさんスポーツの状況を全部が全部把握なんか無理だから、政治経済から何から何まで。で、あと、社会の間違えてるところ。正直、三田市民の人口って、7万人以下のような気がするんです。ウッディータウン、フラワータウンで、両方合わせても、ちょっとね、集合住宅、要するにマンションとか分譲住宅とかを込みにすると、また新しく建ってるか分からなくなるんですけども、それ建てるだけで、家の件数と人口の話がめちゃくちゃ混入してるような気がします。本当に。冗談じゃなくて。人口は減ってるんですよ、日本全体の人口は。まず間違いなく。何年も前から。で、昨年なんかもう、生まれてくる人を差し引いても40万人以上は確実に減ってますから、数。減ってるか、人口は。人口は減ってるっていうことは、生まれてくる人が、何万人かいて、で、減ってる、お亡くなりになってる人が、だから、40万人以上は絶対減ってるっていうことは、多分50万人かそれ以上、お亡くなりになってる。もうそれは、だから孤独死だった人の死体が発見されたりとかが含まれてると思う。どう考えても。ほったらかしになってるとこは本当にほったらかしだから。もう何にもコントロール効いてない、本当に世の中。一回言われたことをなぜゴルフ業界は守れないの？本当はお前ら一回全員差し押さえされろよって気分、本当に。ゴルフできないように。で、世間でゴルフはいかにバカバカしいかっていうことを言ったらエネルギーの残存量問題と照らし合わせて。そうでもせんかったもん。ガスの石油採掘可能埋蔵量が残り49年とか、ね、石油は、2011年ぐらいのデータで、世界国勢税、2013年から14年かな、それぐらいの頃のデータ。で、採掘可能埋蔵量が56年分だったの。で、自然再生可能エネルギーを、ここ、10年ほどで、2022年から遡って10年ほどで、先進主要国で10%ぐらい伸ばしたの。あったでしょ、日本でも太陽光パネル、1キロワットあたり40円で買い取りますとか、もうとんでもない金額で、とにかく普及しなきゃっていうことで。後からそういう買い取り価格下がりましたよ。これ金額、高すぎるっていうことになって、公正取引委員会の話とかあるから。で、ルール法律。ルール法律と公正取引委員会が公正な取引の値段決めるから。
そこ、刑法も使える。で、まあ、仕事は休みの日に民法とかいつでも使えるから。で、民事訴訟の、もうとにかく沈殿させかなり、とにかく頑張ったと。で、それでガソリンの採掘可能埋蔵量を3年ぐらい引き伸ばせただけなの、世界全体で見たら。これが現実。今何が大事か分かるでしょっていうこと。それでもまだ車そのようにずっと走り回ってるもん。一般自動車、一般の人たち。テレビは勇気持って言わないから。どうせ考えてるのは自分たちの給料。自動車メーカーからのテレビの CM 料が入ってこなかったらどうしようとか、そういうことばっかり考えてるから。なあ、平気で嘘のニュースとか読んでるやろ？金稼ぎで生きていこうとしたから。違うよ、テレビに出るぐらいの人は、本当は社会貢献のために出なきゃならないんだから。我が身可愛さで我が身の稼ぎのためにテレビ出る人なんかいらないよ、一人も。だから下ろせるの、簡単に。法律的に。50億人の命、日本単独で考えた1億人の命を、そいつらの稼ぎとどちらが優先順位上やねんって。嘘で金稼ぎで、それ詐欺師やって言ってるやろ。なんで死んだのかつけなあかんのかわからん。言い間違えた。詐欺罪や。もうテレビで詐欺師詐欺師って言ってたでしょ。師匠の死をつけ始めるでしょ。あんなめちゃくちゃな連中なかなかいないですよ。本当にこの世の中。でテレビ局と組んでたのがゴルフ業界。だからテレビの放送もやめたってあれ。そしたらスポンサー料金とか入ってこなくなるんだから。ゴルフは流行らなくなってちょうどいい。そういうことになる。で、これは二十歳ぐらいの頃フルーツラパークで僕しっかり言い切りましたから。それも思い出してるから。で、それ思い出してここ数年前に、5年ぐらい前に、ちゃんと歩いて行けよっていうことで、とりあえず女子ゴルフは親友ゴルフクラブまで歩いて行ってた。キャディ？まあ、自分のゴルフやろうって。ゴルフバッグ俺自分で抱えていかんかいって。移動する人間多いって。ゴルフバッグの中に、ね。まあ、ドライバーがいるのがわかる。パターがいるのがわかる。で、まあ、サンドウェッジというか、まあ、アイアンという、まあまあ、別に木製でもいいと思うんですけどね、本当のこと言うと。もう作っちゃったから、もう金属製で、もう壊れることなんかまずないから、無理やり近づくで、こう、曲げたりしなかったら、だからもうそれ使ってたらいいから、溶かさなかったら。ちょっとはそっと傷なんかなかなかいかないし、ちょっとはそっとの傷なんかもうどうでもいいから、それ自分の技量で何とかしろよっていうことやから、新しく買い替えてる日もあったら。加工するのにエネルギーがいるからよ。食料が、もう全部止まるよ、物流が。で、スーパーマーケットって食べ物並ばないよ。トラックとか運搬できなくなるから。輸入止まったら。ごめん、日本とは仲良しでいたいけども、もう僕たちも自分たちの国の人たち生き残らせてあげなきゃなんないから、日本に輸出するの無理だからって言われたら、それ終わりやから。その現実受け入れろよ、本当に。建設業界も。な、勉強しない奴が社会なんか出てきてあかんねん、本当に。自分の稼ぎなんかで。稼いでいいのは、こういう風にしっかりとした、な、もう話全然逆なのよ。しっかりしたこと言ってた人はこういう目に遭ってるの、ずっと。みんなそれ、全員で隠蔽で動こうとしたから。だからもう三田市もその一軒家で400万円の補助金つくビラ見たから、人口をごまかして金集めした方かもしれん、中央政府から。とんでもない金額の横領罪やで。もう一生出られへんよ、刑務所から。だって今、昨日見た三田市の発表の人口では10万人っていうことになってたけども、それも本当ですか？だから僕14万人のを見てしまってるから、だからテレビ局が平気で嘘を言い始めたらみんな開き直って平気で嘘を言い始めて、で、どれが本当かよくわからない。本当本当。だから州は株式会社で、あと人口密集地帯って言ったら友ヶ丘とか、まあ三大、まあまあ、もうそれはもう後でアップロードする、今日内容のところ見てください。YouTube 一覧表から見れるようにはしておきますけども、基本的にはホームページ、淡井圭介の履歴の一番のところからでもアクセスできるようにしてますから、
基本的にはそこを見てほしいんですけども、政府やマスコミの方たちへっていうことのメッセージのところ、結構上の方にあります。自分で探してくれたらそれぐらい。絶対座ってみなきゃダメ。メモするぐらいの覚悟で。忘れるよ、自分でメモしてなかったら。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いします。あと、これ、その夜中おかしに来る連中、その夜中にここの住居を出入りしてる人間、ちょっとやめさせてください、本当に。無理やり起こそうとしてるか、そいつら。普通の生活のふりして。以上です。警察の方で対応してください。通報、通報、通報。で、今度は、タッチパネルの、これ、画面が、まあ、振動してると思うんですが、押してるけども反応しない。で、多分余計にギガバイト増やして、いっぱいにさせようとしてる変な内容。だから、タッチパネルなんだから、ボタンを押したっていう認識が、指紋とかでも認証できるんだから、ボタンを押してるのは認証、本当は、コンピューター受け止めれるんですよ。押してる、押してる、ずっと押してる。消えない。強制的に電源切りますね。